皆さんに動画投稿時間変更のお知らせです。基本的には日曜日から水曜日の17時投稿になります。その他不定期的に木曜日金曜日も投稿してまいりますが、基本的には週5日間の投稿になりますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日なんですけれども、モンタナさんでね、お得なものを購入したので、そちらを紹介したいんですけど、ひろと、あ、ごめん、今カメラマンひろとやってんだけど、俺足元映ってる、これですね。はい、クロスパなんですよ、これ。で、金具のね、アシックスのかなり軽いクロスパが、これなんとですよ、なんとですよ、モンタナさん、やっちゃいました。なんだっけな、ブランドが、これゴールドステージなんですよ。で、今やっぱ高校野球もクロスパと白スパ一緒になって、まあ、あの、ほら、白スパも使えるようになったじゃないですか。だから黒スパがちょっとずつやっぱだんだん売れなくなってくるなんですけれども、こうやってね、最高級のゴールドステージのアシックスのスパイクを練習用価格で買えちゃう。で、まだほら、もちろん黒スパのチームもあるわけじゃないですか。っていうところは、むしろ、え、マジこの値段でみたいな感じができるようなスパイクの値段となっているので、ぜひぜひね、ちょっとモンタナさんにで、あの、数量限定です。やっぱ、まあ、型落ち品ではあります。正直言うと数年前、2、3年前のモデルではあるので、型落ち品ではあるんですけれども、当時で言ったら本当にね、最高級なものなので、ちょっとね、この後モンタナさんに行って、ちなみにどんなスパイク、他にもクロスパ、あったので、この後またちょっと撮影なんですけど、その撮影はこれ使って、で、まあ、この後モンタナさんに行く用事があるんで、モンタナさん行って他のスパイクもちょっと見ていこうと思います。じゃあ、ちょっとちなみにヒロトこっち来れる？ナイス。ヒロトもね、足元、足元見てください。はいはいはい、やってますよ、はいはい。え、まさかこれも、これもです、モンタナさん。はい、モンタナさんです。ポイントのスパイク、はい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 。軽いんですよ、しかもニューバランスはね、頑丈だし、はい、まあ、メジャーリーガーもよく履いてるスパイクですし、草野球型だね、どちらかというと。草野球型ですね。白いラインとかマークが入っちゃってるので、はい、高校野球対応ではない、はい、けれども、まあ、草野球、草野球とかの人たちはもうガンガン使える、ガンガン使える、はい、ようなスパイクとなっています。はい、はい、ということなんで、まあ、この他にもね、さっき言った通りモンタナさんにまだまだスパイクありましたので、ちょっと今から、今から行きましょう、今からで、まあ、ちょっと撮影終わってからチェックしに行こうと思います。はい、それではゴー、ゴー。はい、ということでモンタナさんにやってまいりました。実はね、この後行くとか言っておきながら、日がめちゃくちゃ変わってますが、あの、モンタナさんスパイク大量にあります。で、ここにあるのは大体、まあ、高校野球対応から、コーナーイベントのスパイクだったりとか、クロスパ、白スパが大体半々ぐらいかな。アップシューズがあったりとか、白スパでもいろんな種類、まあ、過去にもね、僕の方で紹介させていただいたことがあったりだとかっていうので、結構いろんなメーカーのスパイクが置いてあります。草野球対応の赤いスパイク、てっぺんだったり、アシックスジャパンスピードか、これは多分が置いてあったりとかで、まあ、やっぱりスパイクも種類多いですね。数も多いし、まあ、来れば確実に高校生は特にスパイクは大丈夫なのかなと思います。先日僕らがグランドで履いていた、トップカスパイクの件なんですけど、ずらっと並んでますよ。まあ、この中の今ちょっと、僕が履いてたもの、ヒロトが履いてたものというのが特価になります。ということで、ちょっと、あの、モンタナさんに出演していただいて、まあ、どういうスパイクなのかっていう、まあ、どういう値段なのかっていうのもね、いろいろ聞いていこうと思います。はい、はい、ということでモンタナさんお願いします。こちら、よくお願いします。開けましょう。ございます。あ、おめでとうございます。ここにさっきちょっと回させていただいたんですけど、さっき大量のまあスパイクがあって、これ特価になるってことなんですよね。はい、で、そのスパイクの種類をちょっと教えていただければと。わかりました。スパイクも多分今高校野球も白が多くなってきてると思うので、ね、ちょっと黒を一掃しようかなと思ってます。はいはいはい、とりあえずすいません、今お店にあるやつを安く販売しようと思いますので、僕が履いてたスパイクだったりとか、他の種類もね、クロスパ旧タイプのものがあれば、それが特価価格になる。そうですね、クロスパセールってことですね。まあ、そうですね、になるかなと思います。あとはちょうどこの辺のこういうアシックスのゴールドステージ編のシリーズのこういうクロスパを、はい、やってきてると思います。じゃあもうこの中から探してくれと。はい、まあ並べますけど、ちょっと今すいません、セールスの在倉庫からガツッと持ってきて置いてあるんで、このために片付けますんで、急に持ってきてもらっちゃったら、はい、申し訳ないです。ということで、今回安くなる、特価になるのがアシックスのクロスパイクが対象になるよと。そうですね、はい、とあとニューバランスもちょっと前のモデル結構あるので、うんうん、その辺を、はい、ニューバランスの旧モデル、はい、それはポイントですよね。カナスパもありますね。ちょっともしかするとサイズが28とか9とか、大きいサイズ、逆にでかいのとか、逆に25ぐらいでちっちゃいやつになっちゃうかもしれないです。なるほどなるほど、はい、ちなみに
お値段っていくらですか？そうですね、アシックスのゴールドステージって当時多分2万2000円とか、そうですね、一番ランク高いですからね。そうですね、2万3100円とかで売ってたんですけど、うん、もうこの辺を6000円、お、半額以下、はい、にしようと思います。 70%、 65% オフとか 70% オフぐらい。そうですね、やばいぞこれは。で、まだクロスパのチームも全然ありますからね。まあまあそうですね、なので、うん、まあぜひ練習で履いてもらうのもいいですし、うん、まあ黒のチームはね、そのまま試合で使ってもらうのもいいんじゃないかなって思います、はいはいはい、そうですね。で、足小さい子なんかはスパイクなんかはボーイズとかシニアとか中学野球とか、はい、もう、まあ、中学野球も今黒じゃないですか、はい、まあ、白もあります。ありますよね。あります、あります。ですよね。まあでもまだ黒の多分チームも全然あると思うので、その成長期って結構スパイク買い替える人多いと思うんですよ。中学生とかだとすぐ足でっかくなっちゃって変えなきゃいけないとかっていう時は、うん、そのこの中から小さいサイズのクロスパイなんかを見つけて買うのもいいんじゃないかなとは思いますね、はい、すっごいお買い得だと思います、まあ、あとは今ね、2023年になって年末の円安でスパイクが値上がりしてるので、まあ、それはもう白スパもクロスパもともに新しいものに関してはそうになってるので、はいはいはい、まあ、そういう部分ではお買い得になるかなって思いますので、うん、そうですね、はい、お母さん大助かりですね、お父さんお母さん、はい、なんでちょっとまあこの辺のゴールドステージのスピードアクセルヤシオのだったり、もう今このシリーズなくなっちゃったんですけど廃盤、はい、ピッチャー専用の刃になってるやつ、多分これ長かったりするんだ。そうです、ダルビッシュ投手の多分スパイクの刃からフィードバックして、結構甲子園は履きましたよね、はい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 、当時。これもお値段はこれも6000円です。6000円、はい、これが 28.5 っすね。なんでまあでかい人、うん、逆に高校生向けかなっていう。そうですね、パイク袋もついてくると移動なんかも楽ですね、これは。あとはこれのシリーズ、あー、同じゴールドステージですけどヌバック気味、ヌバックに近いですね、素材で。でちょっとこう特殊な歯の配置、当時鈴木誠也選手のモデルで販売されたんですけど、もうこれもいいです、6000円でいきましょう。なるほど、はい、これがね27とかその辺ぐらい、はい、ちょっとミドルカットですね。ちょっと、はい、ミドルカットなのと、すいません、さっきのピッチャーとかもサイズがどうしても限られちゃうので、ある分だけそうやって販売していきたいなって思います。まあ、急げということで、はい、あとは白スパもいっちゃいますか。お、太っ腹すぎですよ。白スパが今、白スパが多くなってきてるって言ってるのに、白スパを安く売っちゃうの。これがこれもゴールドステージですね。ゴールドステージなんですけど、まあ裏がちょっと樹脂っす。ポイントではない、ポイントではないですけど、まあ樹脂なんで近い感じ、ええ、まあそれこそ高校生も使いますし、まあ、大人の方でも。ちょっとすいません、これ白なんで9000円でいきます。なるほど。でも定価はこれ多分1万8000円の商品、1万9800円だった。あ、じゃあ半額ですね、はい、ただこれちょっとですね、問題があってサイズが28以上じゃないとないです。大きい人 8.5930 まであります。逆に大きい人いたらこれ買うしかないじゃないですか、はい、めちゃくちゃお買い得で。本当して大丈夫ですか。大丈夫と思います。ちょっとね、樹脂なんで使いたい人と使いたくない人と分かれま、うん、と思うんですけど、お買い得には変わりないですからね、はい、ハマる人には安く購入してもらおうかなと思います、はい、あとニューバランスのこのスパイクもいきましょう。おお、はい、ニューバランスといえばですよ、はい、先日発表ありました。ありましたね、大谷投手今年からニューバランスですよ。構成用ですけど、これちょっと26です。じゃあ中学生とかはちょうどいいサイズかもしれない。そうですね、これもなんで6000円ぐらいにしましょう。おお、じゃあクロスパーは大体6000円で。そうですね、まあちょっとプラスあるかもしれないですけど、まあ6000円でいいです。これ1万2000円、1万2、3000円だったと思うんです。だとしても半額ですから、はい、あとニューバランストレッシュ、こう足の形ちょっと変な形しますけど、はい、まあまあでもね、相手ならなるしですね。いくらぐらいか、8000円ぐらいかな、うん、半分でいいか、じゃあ4000円にしましょう。おお、それは安い、はい、それは安すぎる。29と、あともうすいません、いくつかしかサイズがないんですけど、まあまあね、それも仕方ないですからね、はい、実際この中から何個見つけられるかっていう、まあまあそうですね、ちょっと一掃していきたいと思いますので、はい、ご協力をいただければと思います。はい、まあ、本当にあの性能はめちゃくちゃすごいスパイクばっかりなので、それこそ回し大きい方だったりとか、小さいサイズだったら中学生とかで、どんどん成長して次のスパイクが必要になる方なんていうのはすごい安いのでおすすめだと思いますので、はい、皆さんぜひモータースポーツで急いでください。そうですね、ありがとうございました。お願いします。はい、はい、ということで本日はモンタンスポーツさん、まあネクランでちょっと撮影させていただいて、モンタンスポーツさんでこちらの特化スパイクだったりとか普通のスパイクももちろんあるので、そちらの紹介をさせていただきました。この動画がいいなと思ったら、あとその前にモンタンスポーツさんのインスタグラムは概要欄にありますので、皆さんそちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。